皆さんこんにちは、木村瀬奈です。今日はめっちゃ久々な動画なんですけど、2023年バージョンの秋メイクを紹介していきたいと思います。髪の毛を少し暖色にしたので、メイク自体も結構暖色というか赤っぽい感じに増してるんですね。結構秋感強めのメイクに最近なってると思うので、それを今日は紹介していきたいと思います。こんな感じでめちゃくちゃ色味が可愛いアイテムたち使ってるので、よかったら参考にしてください。それでは早速レッツゴー。髪の毛の赤色がほぼ落ちかけやけど、ちょっぴり赤っぽいメイクをしていきます。まず日焼け止めはこのビオレのやつ、めっちゃみずみずしいタイプで、メイクするときにすっごい使いやすいな感じで伸ばします。わかる？このさ、ちょっと水っぽいというか、スッと伸びる感じがめっちゃ良くて、みんなが使ってる下地とかとの相性もあると思うけど、これはなかなか使いやすいです。首までちゃんと塗るよ。このさっぱり感結構良くない？私はすごい使いやすくて、もう一本なくなりそうな感じ。ほんで次下地。下地は前これのさ、ベージュのやつを使っててんけど、ティルティルのマスクフィット TU エッセンスの2番です。私肌にすごい赤みが出やすいタイプなんですよ。だからピンクとかつけちゃうともう真っ赤になっちゃうから、赤みを消すのは緑っていうのがあるやんか。だから私はこれの緑を使ってます。これがめちゃくちゃいいです。めっちゃ綺麗にトーンアップすんねん。ちょっと右と左で比べよう。こんな感じで塗りまして、多分みんなびっくりすると思う。そんな白なるっていうぐらい白なる。わかる？このこっち塗ってないやんか。でこっちも伸ばしたやん。こんなぐらい白なります。しかもなんかその嫌な白くなり方じゃなくて、めっちゃ綺麗に白くなるから、これはねすごい重宝してる。でもあの首の境目結構わかりやすくなっちゃうから、ちょっとだけオーバーめに塗ってます。伸ばす。ちゃんと伸ばしたらこんな感じです。めっちゃ綺麗やろ。このさ、いい感じのツヤ感としっかり伸びる感じがもうめっちゃ好きで、これはね毎日使ってる。で次コンシーラー。じゃん、フォーエバースキンコレクトコンシーラーのニュートラル0番です。何回登場すんねんって話やんな。もうこればっかりやん。分かってんねん。ここならへんねん。鼻の横をつけます。あとはニキビ跡、この辺とかこの辺とかちょんちょんってつける。最近ガチで肌の治安がめっちゃいいの。あの一時期の私のニキビエグすぎ肌知ってる人は、うわすごいって思うかもなんですけど、マジでねニキビがなくなった。急にって言ったらあれやねんけど、ほんまにちゃんと病院行って薬も塗るようになって、ピーリングとかをしっかり通って綺麗くなった。マジでピーリングの効果ってめっちゃでかいと思う。やっぱり顔ってさ、老廃物とかいっぱいあるし、角質やったりとかさ、ちゃんとそういうケアをしてあげるとマジで肌が綺麗になるなって実感。今は月1とかであのカーボキシーとかパッみたいなやつをしてもらうんですけど、それがもうめちゃくちゃ良くて、ノーファンデやん言うたら。私ファンデーションしないんですけど、それでもちゃんとツヤ感がしっかりあるし、きめ細かい感じの肌になってるから、ノーファンデ生活したい人にすっごいおすすめかも。あとニキビ跡薄くしたいとか、それでもねすごい効果がある。リアルに私半年前ぐらいにここに思いっきりニキビができちゃって、それがすごい長引いて、ずっとできてできてできての繰り返しやったから、ほんまにこのほっぺからこのフェイスラインにかけてのニキビがすごすぎたんよ。めっちゃ痛かったし、マジでここニキビだらけになって、ニキビ跡もすごくて取れへんくてね、ずっと悩んでたんやけど、やっぱりピーリングってそういうニキビ跡にも効果があるらしくて、どん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 薄くなっていくんよね。そのおかげで今私の肌は治安が良すぎる。ガチでニキビ悩んでる人はピーリングしてみてほしい。あ、ほんであのさっきのディオールのコンシーラーは伸ばしたらこんな感じです。鼻の横とかはめっちゃ使いやすいし、ニキビ跡もがっつりカバーってわけではないけど、パサついたりとかがなくて、あんまりコンシーラー塗ったっていうのが分からんぐらい綺麗になじむから、このコンシーラーはねめっちゃおすすめ。次パウダーはメイクアップフォーエバーのウルトラ HD ルースパウダーみたいなやつです。これねもうないんよ、買わなあかんねん。顔がねサラサラになるんです。こんな白い粉やねんけど、これを顔に塗ります。この辺はねもう使ってるアイテムほとんど変わってないから、みんなああ知ってる知ってるってなってるかも。私あんまり化粧品とかさコロコロ買えないんですよ。冒険をしないで、やっぱりいいと思ったやつを使い続ける癖があるから、こういうメイク動画とか多分向いてない。まだこれ使ってるやんって絶対思うもんな。逆に言えばそれぐらいいいから、みんなにも胸張っておすすめはできるかな。でまあこっからメイクがちょっと変わったといえば、眉毛かな。
単に整えて、私がね使う眉毛のペンシルは RMK のアイブロウペンシルの03番です。細い方と太い方両方買ってんねんけども、細い方もねこれで寿命が来た、もうあと2ミリぐらいしか残ってない。色づきがすごいいいからほんまにさーっと描くだけ。こっから色のせるからあんまり濃く描かなくていいんです。お腹なりそうなんやけど、今朝の11時ぐらいなんです。私今ダイエット期間中でね、実はダイエットしてるんですよ。って言っても食事制限と筋トレを再開したってだけの話なんですけど、それを10月半ばぐらいまでちょっとやろうと思ってて、だからね夜ご飯すごい控えてる最中やから、朝お腹がすくんやけど、だから TikTok とかも撮りたくて、ちょっとご飯食べれるのはお昼過ぎになりそう。頑張って空腹に打ち勝つわ。ほんで今からちょっと眉毛に色を重ねます。それに使うのがこのねフラッシュっていうアイシャドウなんですよ。これはあの Q 店に売ってます。イージーリップスみたいなところのやつなんですけど、これのね1番です。私これの3番を昔ずっと使ってて、3番がオレンジなんですけど、それもめっちゃ可愛いねけど、このね大人っぽこっくり秋カラーみたいな感じで、これのね1番もめっちゃ可愛いからちょっとこれを使ってます。で眉毛に重ねるのはこの色、これをブラシで眉毛にさーって重ねる。ほんのちょい赤っぽくなんの。結構メイクに統一感が出る。あんまりやりすぎるとすごい眉毛こうってなっちゃうから、そんなにめっちゃがっつり重ねるってわけじゃないねんけど、ちょっとふわふわとね重ねていきます。結構いい感じなんちゃうか。こうやって色を重ねてます。でこれアイシャドウにもね最近使ってて、まずこのアイホール全体にここの色を塗ります。ちょっとこれは手で活かしてもらおう。こんな感じで色づきがめっちゃいいからこうやってやってる、こんな感じ。可愛いよね。で次はこれはね結構気分によるんやけど、この真ん中の色を今日使おうかな。これはね筆でやる。この二重幅のところにのせる。色づきがね本当にいいねこれ。結構ザオレンジって感じになってるけど、こっからまだ上にちゃんとラメとか重ねるからもうちょっと綺麗になる。んでこの涙袋のところにまずこの色を入れます。ちょっとブラウンっぽいねんけど、これをここにね塗って入れる。これ大事。あんまりね薄すぎる色使っちゃうとちょっと目立たんから、これぐらい少しだけしっかりした色を入れる。んでさっきもさこの真ん中の色使ったやん。これをここにねこの下の部分にさーっと入れます。これでねちょっと目がでかくなるから、こんな感じかな。で次はここにねキラキラのラメがあるんです。ベージュっぽい感じのラメやねんけど、これをこの二重幅のところに乗せます。こんな感じ。ちょっと上キラッとしたの分かる？私は涙袋もキラキラにしたいタイプなので、これ涙袋にも塗ります。こんな感じ。いいよねこのラメ。私は結構ねがっつりめにラメいっちゃいます。で次アイライナーねんけど、ちょっとアイライナーオレンジを切らしてしまって、今はねこのエテュセのジェルライナーの2番を使ってます。ちょっとピンクやね。でもまあ別に合わんことはない。これさいけるかな。いってみる？こんな感じ。いけてんの？ほんのちょっと惜しかったからこっちで付け足しました。でマスカラはこの私が大好きなヒンスのね多分1番かなを使います。これはバーガンディみたいな色、こんな感じの色です。これがめっちゃ可愛くてすごい色づきが良くて、あと綺麗に伸びる。マツパ取れかけてるからあれやねんけど、いい感じに伸ばしていきます。色味が伝わるか分からへんけど、分かるかな。ちょっとピンクっぽいバーガンディみたいな色です。いやこの色味ねほんまに絶妙やから結構おすすめなんです。で次チークはもうねこれは売ってないねんけど、私が好きなトーンの4番のチークです。これはもう1個ほんまに綺麗に使い切ってすっからかんになったので、今日から新品です。呼び買ってたんよこのチークが好きすぎて。ちょっとこれに代わるチークを探し求めたいと思ってるので、皆さんおすすめの深めオレンジのこういうクリームチークがねあれば教えていただきたいです。赤っぽいのでもいいしオレンジでもいい。可愛いよなこれ。めっちゃどう？もうこのチークに変わるチークはないんよ。大人な感じよねこのじわーっとした感じが。んで次、最近はあの髪の毛が短くなってちょっとね輪郭が分かりやすくなったから、あのシェーディングをするようになりました。かといって私はシェーディングすっごい上手いわけでもないし、あのノーズシャドウとかもできひんし、なんて言ったらいいの、見よう見まねでやってます。このさペリペラの有名なやつ使ってる。入れ方とかもマジで分からへんけど、なんかもう一応削っとこうみたいな感じ。これをねこの辺、私すごい枝張りなんでこの辺にこうやって入れます。
ます。ほんまこう入れるのが多分正解だよね。こう3みたいな感じで、ほんま気持ちいいけどね。もう最近、それもさっき言ったけど、ちょっとさ食事制限とかのいい感じに筋トレを再開できたので、少し顔周りのお肉はマシになったのかなとちょっとやけどね思ってる。少しスッキリした。そんなことない。でもな、みんなに早く言いたいけど、ほんまに大事な撮影があんねん。それちょっと私本気で頑張りたくて、なんか別にお腹見せないといけないとかマジでそういう撮影ではないねんけど、ただただ自分のモチベ上げるために1ヶ月頑張ってるのね。ここで私がサボっちゃうと多分ねうまくいかない。もう気合を入れるために1ヶ月ちょっと頑張ってるっていう感じで、ちょっと今は気合を入れようっていう期間なので1ヶ月頑張ります。まあ、いい感じにダイエットちょっと成功したらまた何かしらで載せたいと思います。ちょっと頑張ってるってことだけ伝えとくわ。だから今ダイエットしてる人もちょっと一緒に頑張りたい。私はみんなで頑張りたい。やっぱ一人じゃ寂しいからね、一緒に頑張ろう。はい、じゃあメイクに戻って、すごい可愛いリップを友達にもらったんですよ。赤とか色があるリップではないねんけど、 RMK のリップスティックコンフォートエアリーシャインっていうやつの15番です。この金ピカのリップなんよ。これマジで可愛いの。すごい保湿もしっかりしてるねんけど、めっちゃラメラメになんねんな。多分これはリップとか全部塗った後にキラッとさせるのが正解と思うねんけど、私はこれを先に塗ります。これをこんな感じで塗んねん。やばくない？このキラキラめっちゃ可愛いね。この上からリップを塗ります。私はねリップ重ね付きしてます。2本使ってるねんけど、まず最初にこれのさ、マイロインクのティントリップの2番を使います。これはザ・オレンジって感じの色なんよね。ほんまにもうめっちゃオレンジやねん。これをこのラメの上にのせちゃう。こんな色めっちゃ可愛いよな。これティントなんでちょっとだけなじませます。ちょっと時間を置いてオレンジなじませれたら、ロム&のミルクティーベルベットティントの08番を使います。びっくりするぐらい赤、つけすぎ注意です。トントントンって感じ、可愛いよなこれ。けどもうちょっとだけ私は赤が欲しい。こんな感じです。可愛い。これだけでつけちゃうとめっちゃ真っ赤いね。もうほんまにザ赤って感じになっちゃうから、ちゃんとベースのオレンジを使って、なおかつ最初にね、あのラメラメをつけておくことによってこんな色味になるんです。この合わせが最強すぎて、この組み合わせはめっちゃおすすめです。メイク自体はこれで終わりなので、ちょっと髪の毛最後やってきます。はい、ということでヘアセットとお洋服着替えてきました。こんな感じですね。ザ・秋カラーみたいなやつでちょっと合わせてみたんですけど、どうでしょうか。眉毛にさチラッと赤っぽい色入れたやん。それがねめちゃくちゃ統一感出て可愛いんですよ。でこんな感じでリップとかもねラメラメ使ってたりとか、オレンジと赤重ねたりとかして、まあ、結構絶妙カラーみたいな感じにしてます。でチークもさじわっとオレンジでめっちゃ可愛いやんか、まあ、これが最近やってる私の秋メイクですね。私はさメイク道具があんまり得意じゃないから、もしなんか究極におすすめみたいなコスメ買ったらまた紹介したいと思います。インスタグラム、ツイッター、TikTok のフォローをお願いします。そしてこの YouTube のチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。